皆さんこんにちは。昨日の試合でですね、根尾がブルペンで、投球練習をしてピッチャー待機をしてたってことはね、ネットの方で話題になってますけども、その状況についてね、僕もねピッチャーながら代打で出場したっていうことをね経験があるので、そのチームの裏事情をねちょっとねお話ししたいなと思います。15本ぐらいでまとめたいと思いますので、ぜひ気になってください。まずですね、昨日の試合なんですけども、12回表に、ピッチャー山本になりまして、その後に福が、ツーアウト取って、最後に森が締めて、その裏に、2点を取ってサヨナラ勝ちをしたということなんですけども、昨日の、ピッチャーが9人ベンチ入りしてて、森で9人目だったということで、森が登板した時点でね、ピッチャーが控えピッチャーがいなくなってしまって、根尾が待機してたっていうことなんですけども、その意図としましては、まあ多分延長戦は、1人1冊、ピッチャー1人に対してバッター1人でもいいから、何が何でも抑えて、勝ちに行くぞっていうねチームの、意識の表れだと思うんですけども、その中で、ピッチャー総動員したということで、でその中でね最後根尾がね準備したということで、まあ万が一ね、森がね肩肘を故障してしまったりとか、たまにあるねピッチャーライナーを当たってしまってどうも動けなくなってしまったっていうこともね、なきにしもあらずなんで、念のためね準備しておいてくれよっていうことで、で監督もね、ネオへのねちょっと気遣いと言いますか、それはねネオもねベンチ、野手残ってて森が投げた時に応援してて、いけいけと応援してて、じゃあ森がもしね肩肘をちょっと怪我してしまった、もしくは打球が当たってしまったっていう時に、じゃあ根尾行けよって、ピッチャー根尾って言った時に、根尾なんてウォーミングアップもしてないですし、ね、キャッチボールもしてない、ピッチング練習もしてないので、いきなりね何万人の、ね、方が応援してくださってるマウンドに上がると、そりゃねテンションも上がってアドレナリンも出ていつも以上の力が出てしまうわけですよ。ってなった時に、根尾の肩肘も根尾の体の状態もすごくね危険な状態になってしまうので、もし万が一なるべくそういう采配しないけども、そういうね、ことが起きてしまった時に、根尾の体を気遣って、ブルペンでウォーミングアップしてこいよと、肩肘作っといて登板する可能性は低いけども、もしした時のために怪我をしないためにちょっと体を動かしておいてくれっていう時のブルペン映像がちょうど中継でね抜かれてしまって、皆さんには、そこだけが映し出されてネットで話題になってたのかなと思います。僕もねツイッターの方やらせてもらってるんですけども、ミスマっていうワードだったり、ダイナミスマっていうワードが多分ねつぶやかれると僕も関連で流れてくるんですよ。でその中で、なんかねピッチャーのダイナミスマみたいなね、記事がねバーッと流れてきたんで、何かなっていうことで僕はちょっと探らせていただきました。でその中でね最後の野手が、桂さんと根尾しか残ってなかったっていうことで、じゃあ桂さんが根尾どちらかに選択するっていう時に、根尾はね高校時代ねピッチャーもやってて、今年のね春のキャンプでも145キロぐらいのブルペン投げてたらしいんですけども、ってなったらやっぱりねピッチャー経験のある根尾がね選ばれるわけですし、で準備についてなんですけども、僕もねピッチャーながら代打で出場したんですけども、その準備に関してなんですけども、まずチーム一丸となって第一の、その意図としましてはチームの勝利が第一に来るわけですよ。でその下にレギュラー選手、先発選手、中継ぎ選手っていうのがいまして、その横に控え選手、まあ下でもいいですね、控え選手で、またそのさらに下に2軍選手っていうのがいて、その全員の力を使って1軍で勝ちましょうっていうね、意図があるわけで、でその中で僕は代打って呼ばれてましたし、控え選手っていうのは試合ね1試合ある中で1回から9回までいつ出るかわからないんですよ。いつ出るかわからない状態の中で自分の、特徴だったり使われるポイントっていうのを把握して、もう1回から9回まで動くわけですよ。僕だったら肩作るわけですよ。根尾だったらキャッチボールもしなきゃいけない、素振りもしなきゃいけないわけですよ。っていう中で、ずっと動いて、ずっと気張って、自分の出番、アンテナ張ってる中で、昨日はね、その下準備っていうのが、根尾はじゃあピッチングしといてくれっていうことになったわけで、
そのいろんな準備するっていうのは控え選手の役割なんで、そういうね、支えがあってのねレギュラー選手もいますし、ね、チームの勝利っていうのがあるので、皆さんそこはあんまり触れなくていいかなと。正直いろんな準備するっていうのが控え選手の役割なん で、ネオもね期待されてる中でしっかりその役割を全うしてたっていうあの映像だと思うので、もう誰もがね控え選手の間は経験すると思うので、僕ねあのネット情報もね最近よく見てて、春のキャンプでねネオがねブルペンで投げた時に145キロかな、すごいですよね、さすがだなと思いました、ポテンシャルすごいなと思いました。でそれネットの皆さんはねちょっとなんかピッチャーやった方がいいとか二刀流がなんたらとかって言ってましたけど、まあ本人はねあんなね朝早くから夜遅くまでずっと練習してるっていう情報流れてきたんで、相当の覚悟があって練習したのに、ネットの方ではねピッチャーがなんたらって書かれててかわいそうだなと思ったんですけども、で春のキャンプではね、その皆さんがピッチャーいけるんじゃないかって言ってる割には昨日のね本当にもしかして行くんじゃないかっていう時に限ってはね、なんでそういう扱いするのとか、うん、ネオが本当にみたいな、皆さんこの手のひら返しがすごいなと正直思ってしまいました。ネットの上でのね皆さんねコメントを見て、やっぱりそういう、発言って軽々しく言うもんじゃないなって僕思いましたね。うん、ちょっとずるいなと思いましたよ、こうやって手のひら返しっていうのは。うん、でね、昨日ね、そのね、ネオのことがね、ニュースにもなってますし、フォーカスされてますけど、いや、違うんですよ。昨日って、いいことたくさん起きてるんですよ。うん。まずはチームがね、バンテリンで初のね、サヨナラ勝ちをしたっていうことが、まず第一条件ですごいですよね。で、もう一つは大島さんがホームラン打ったと。次は大島さんが250盗塁達成したと。いや、素晴らしいですね。本当に素晴らしいことなんですし。あと、森がね、初勝利と。いうことでおめでとうということですよね。であとはライデル・マルティネスね、ライデルがね3者連続三振取ったということでね、いやすごいいいことだらけの試合だったのに、そこのねネオがブルペンで準備したっていうことだけにフォーカスされてしまって、すごくね残念だなと思いますね。情報社会でねもっともっとそっちのいいことをね、伝えてあげたらね、ファンの皆さんもね気づかなくて、あ森初勝利だったんだとかね、あライデル3者連続三振取ったんだっていうところにね、あの気持ちは向くと思うので、でそっちの方に情報操作していただきたいですよね。僕はそう思います。うん、僕なんてねまだにまだねなんか代々三妻事件とか言われて、事件って言われてるんですよ僕、なんか犯罪者扱いみたいな、なんか代々三妻事件がみたいな、未だにね2年前の話ですけど未だに言われるので、やっぱりね情報っていうのはね、あのいい方でねなるべく伝え継がれていった方がいいかなと思いますよ。なので僕はね、まあ、そのおかげもありまして今ね、いろいろね、お話しさせてもらってるのでね、今となってありがたいお話ですけどね。うん。っていうことなので、まあ総括としては、あのね、控え選手っていろんな役割で準備してるんですよっていうことと、それはもう、チームとして動いてることなので、皆さんそこまで騒ぐ必要ないよっていうことですね。ネオがピッチャーする準備もあれば、よくね中継ぎのねピッチャーの方もね、もしかして野手を使い切ってしまったらダイソーとか行くかもしれないよって言われて、ダイソーの準備をブルペンでしてる時は多々あるので、まあ、正直やってる人たちからしたら全然ね普通のことかなと思いますよ。うん、まあ、ブルペン映像もね2年前3年前からちょっと入ったので、そこをねたまたま抜かれてしまったので、そこだけが残ってしまってね、すごい残念だなと思いますね。もっともっとねブルペン映像っていうのいい方向にね、注目してもらってね、選手が飲んでるのは何のお水だとか何のスポーツドリンクだとかね、気合入ってるなとかっていうのを皆さん注目してみていただきたいですね。はい。で昨日のそうですね、総括としては一軍でねサヨナラ勝ちと、もっともっといろんな選手がナイスプレーしてたということ、あともう一つすいませんちょっと関係ない話ですけど、森が初勝利だったわけですよ。ヒーローインタビュー読んでいただきたかったですよね。森がね入って3人まではホームね可能性あると思うんでね、大島さんと岡林と森、森はね今後ね活躍してね勝ちパターンになってしまったら、勝ちがついてもね絶対呼ばれてないと思うので、今のうちね初勝利とか、今後ね出てきた選手がいたら、ぜひともね中継ぎの選手でもいいので、もうね人生に1回の初勝利なんでね、ヒーローインタビューで呼んでいただきたいですよね。中継ぎ選手ってなかなかヒーローインタビューないんでね、その辺をねどうにかね見てくださってる方がいたら、考えていただけたらなと思いますね。ということで、
根尾のブルペンの待機は普通ということで、控え選手としてはいろんな準備をしなければいけないということでね、皆さんあんまり騒ぎすぎないようによろしくお願いします。はい、という面でね、また今日の試合もね、勝てるように皆さん応援していきましょう。ありがとうございました。